ないの？ない？まあまあこれ配信では言ったことあるからいいけど。あ、アミヤ先輩が来てるよ。アミヤメも。あ、ママ、おねしょたと聞いてきて。別におねしょたしてるわけじゃないけど。さっきまでずっと俺が勝ってたんだからね、アママ。あ、でもね、今だけだからね。ね、あのさ、このアマメが言ってるさ、おねしょたの逆転ってなんなん？少年の方が有利になってお姉さんを責めるというのが嫌だという人ですね。あ、え、逆、怒ってる、怒ってる、逆だって怒ってます。ごめん、アンペ、怒んないで。あ、初対有利がいい。あ、初対有利がいい。アマメと千葉お姉ちゃんは派閥が逆ってことか。私、アマメがこんなにびっくりマークつけたのあんまり見たことないんだけど。あ、なんだ。これまで見たことないんだけど、アマメはマサルくん優位がいいってことなんだ。若い男が勝ってる方が好きなんだね。まあまあまあ残念だね。アマメはでも私が勝つからさ。ないな。出たりしない。ほらねじさんじさんよくさボイスとか出してるじゃん。俺のボイスあまあまはないな。え、なんかあの頃の応援ボイスないの？それも質問攻め終わってるからね。あ、そっかそっか。ポコちゃんも同じように答えるんだよ。あ、そっか、終わってんだった。そういうポコちゃんはさ、ボイスとかあまあまなん作ったりしないんですか？ないね、一切ないね。酔ってる時に源氏取ればいい。天海ありがとう。なるほど、ね、やめろって。酔ってる時何でもうんうんって受けることないからな。麻雀の役読み上げ ASMR とかからしてもいいよ。イーペーコー、タイヤを三色同順つも。え、もうやだー。なんで強いよー。やだー。やだ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 。いっぱい買ってたらモコちゃんにバイノーラル音声録音してもらおうにしようかな。ダメだよ、ダメ、何言ってんの。ダメだ。あ、すごい、ニコニコです、天宮さん。いいぞ、それ天宮さん、任せてくれ。ニコニコです、5個もニコニコです。あれかも、あの、ん、バイト、うん、こ、なんで。あ、モコちゃんに兄弟はいますか？4人。あ、いっぱいいる。お父ちゃんは、え、あ、妹だ。なんでそう思うの？なんで？なんで？お姉ちゃんっぽいでしょ？なんで？なんか、なんかすごい甘え上手っぽそうな。こんなにしっかりしてるのになんでそんなこと言うの？実際は4兄弟の4番目だけど。やっぱりそうじゃん。なんでわかるの？どう考えても、わかるけどな。お姉ちゃんっぽいだろ。多分みんなも解釈一致だと思うんだけどな。えぇ、ー、ビーズ。ねえ、なんでおかしいよ。なんかおかしい、ちょっと。よしよしよし、まあ、取り合おうみたいな。もうやだ、もうやだって、降りたくなかっただろー。裏が乗ってる。わーい、もこちゃんありがとう。ちゃん気分悪い？うん、楽しい、楽しいよ。うん、楽しい、大丈夫？うん、楽しい、うん。よーし、じゃあこのまま俺も勝ち続けた。楽しいけどさ、楽しいけど、なんかちょっと途中に挟まれたあの恋愛関連の質問が非常になんか恥ずかしかったです。いや、可愛かったです。非常に恥ずかしかったです。くれてありがとうです。それなら、ね、今の覚え方ずるいよね、あんな。え、俺と遊ぶの？いや、もこちゃんちょろい、ちょろいということちょろくないよ、なんかすぐ言われんだよ、なんかもこちゃんちょろい。だってそういう企画だし、もこちゃんがもね、持ってきて考えてきてくれた企画で、これすごい楽しい。いや、でもね、違うよ、私は本来は、うん、まあ言うなら、まあ麻雀歴も私の方が長いですし、うん、まあこういう風に喋りながら打つとか言うのも、うん、まあおそらく私の方が若干、うん、まあ、慣れてる、うん、っていうところでして、まあ私がね、うん、あのもう完全にもうめちゃくちゃの質問攻めにしてやろうと思ってたんです。うん、うん、そうだったんだ。そうだよね、もこちゃんの方が麻雀配信回数もいっぱいやってるし。うん、なのに、うん、どうしてこれが最後かもしれない中で頑張んないといけないんですよ。何聞こうかな。
いっぱい用意しよう。え、コメント欄にも書いといて。どうしてもこれだけは聞きたいみたいなのあったら書いといて、私が全て聞いてあげるからね。あ、好みの異性のタイプ、いいですね、いいですね。そういうところで、ね、もう掘り下げていきましょうね。ハンバーガーがノリノリなのちょっとおもろいな、うん、いやちょっと待って、まさるくんちょっといいじゃん、ちょっとぐらい下に行ってくれたってよくない？ちょっとぐらい、いける、よし、腕、ね、なんで、おかしいよ、もうさ、ほんと嫌だ、ほんと嫌だ、聞きたいこといっぱいある、まだ全然消化できてない、いやこれ今行け行け、みんな、俺もこちゃんに聞きたいこと決めてあるんだけど、みんなも聞きたいことあったらつーねえ、もうなんでお親でこんなにいいんですか、ありがとうございます。じゃあもこちゃん、もこちゃん、もこちゃん、今ちょっとあれすごいいなくなっちゃった、今ちょっともこちゃん気を失ってるからちょっともこちゃん、もうなんで、もしもだよ、今特に好きな人はいないみたいだったけど、理想のデートとかってどんなことしたいとかあるんですか、教えてください。中学生だから今後の参考にさせてほしいな。もうどういうデートに憧れるんだろう、マセガキがよ、痛いな、ここのマセガキがよ。理想のデート、うん、どういうデートに憧れるんだろう、もこちゃん気になるな。普段ね、だって麻雀しててそういう話題になることないんじゃない、ないよないよ、だからこそ聞きたいな、もこちゃんのお米のとこ教えてほしいな。びっくりで、ね、やだやだだけど、もう本当にやだ、雨雨も聞いてるんだこれ、もうあんまりアウトドアじゃないのでお家デート、なるほど、うーん、お家は行く方を招待する、確かにそこ気になる、来てほしい、遊びに行きたい、どっちでもいいんじゃないの、もうどっちでもいいよ、そんな細かい投げやりすぎるよこのマセガキ、もういいや、ダメだよこれ企画したやつ、マジでもう誰だよ、あ、そうか、俺飛ばしちゃうと終わっちゃうか、デートで映画見るならアニメとかって言ってたけど、うん、どういうアニメ見たいんですか、え、なんでもいい、それは2人が面白いって思えばなんでもいいじゃん、なるほど、照れながら言ってるのちょっと可愛いな、ソファーで隣に座って、え、デートが繋いじゃったりするんですか、もういいって、なんでこのマセガキで、マセガキです、もう早く曲進めてください、ダメ、ラウンド1、え、手繋ぐの、お酒飲みながら見たいの、お酒は多少飲むじゃないですか、やはりやはり大人となれば、はい、うん、大人となればお酒を飲みながら、うん、え、ソファーで並んで、え、手つなぎながら見るの、そこ大事だよ、手つなぐの、いや、知らん、つながないじゃない、つながないじゃない、つながないの、え、そうなんだ、つながないよ、デートなのに手つないがれたら嫌だ、映画とかアニメとか2人で見てて隣にいるのに手つないできたらくれこれ私今日やばいな、今日お酒飲んで使う方が良かったな、絶対違うなんだけど今日、ラウンド2、え、手は繋がれたら嫌なんですか、ここはあの俺もさ今後のためにさ大事だからさ、もしおうちデートになってここ二人でさテレビ見てる時に手繋ぎたいなと思っても嫌だって思う女の子がいるのかなって、嫌じゃないだろ普通に、そうなんだ、手繋いでいいんだ、それ嫌じゃないだろ、男の子にこういうことされたら嬉しいなみたいなムーブあったりする、なんかよくさ車道側歩いてくれるととかなんかあるじゃん、わかんない、私こういうのされたらなんかみたいな、いやわかんないなわかんないでポンポンしていくの、麻雀のことしかわかんない、私麻雀のことしかわかんないよー、フリテンなんだけど、なんていうかあの思ってる人の行動っていうのは分かるもんなんじゃないですか、やはり、あ、今私のこと思ってくれてるねみたいな、あ、なるほど、自分のことを思いやった行動してくれてるっていうのが伝わった時にもこちゃんはキュンとすると、はいということですね、そうですけど、そうですけど、何かアーカイブ今日もしかしていらないかな、今日の配信もう今決まりました、いやいやいや禁止です、皆さんすみません、席のもこ即落ち切り抜き待ってます、席のもこセキララ恋愛トーク切り抜き待ってます、すみません、あの急
ビルギー禁止です。なんか言ってますけど気にしなくていいです。あーもうね、マサルに質問するんだよ。私はもうできない。今までそんな45分じゃもう恋愛トークってあんまりしてこなかったけど面白いんだね。みんなが企画にする理由が分かった。うちにの俺聞かれないもんな。うちにのドイス。じゃあもこちゃんに次の質問考えよう。いやもういいよ、どうしようかな。もう終わりだから、もう終わりだし。あ、分かった。え、今度私マサルとな配信しようってなったらマサルくんに聞いてみようのコーナーでやるわ。もこちゃん、コラボってあのお互いがそれやろうってなって一緒に企画をするものだと俺思ってるんだけど。じゃあやってくれないの？私が誘ったらやってくれないってこと？遊びたくないんだ、もう。遊びたいけど一方的に俺が不利になるのは嫌だな。真っ当な返し。最高に真っ当な返し。